デラキャスでございます。今回はこちら、エボリューションとヒーローアクションフィギュアよりウルトラマンメロスでございます。はい、こちらはですね、内山守先生ね、漫画家さんの書かれた、ザ・ウルトラマンに登場いたします。オリジナルのですね、ウルトラマンで、今までですね、つぶらやプロの実写作品にはまだ登場したことがない、ヒーローなんですよ。まあ、そんなですね、かなりこう、激レアなウルトラマンのメロスがですね、今回、ヒーローアクションフィギュアに登場というところで、まあ、エボトイさんね、相変わらずこう、ニッチな、ね、ウルトラマンをですね、チョイスしてきましたよね。エボトイさんのね、多分ね、ウルトラマン、ヒーロー、ウルトラマンと買ったのは多分ね、今回初めてじゃないかな。まあ、そんな初のウルトラマンもこれメロスですからね。やばいことになってますよ、これ。まあ、まさに知る人ぞ知るウルトラマンなんですけども、これがね、めちゃくちゃね、かっこいいんですよね。というところで、今回ね、走ってしまいました。ザ・ウルトラマンね、ロゴがありまして、エボリューション・トイト、そしてウルトラマンロゴもありまして、メロスのお写真があるんですけども、このね、お顔つきがね、しっかりとね、再現されてるっていう、たまりませんよね。メロス!ウルトラマンもね、ありません。メロス!これがいいんですよね。箱の背面こんな感じで、鎧をバーンとですね、取った、弾け飛んだ、メロスだとか、必殺技ポーズだとか、様々なアクションポーズをですね、決めている、メロスのお写真と、宇宙警備隊、アンドロメダ星雲支部隊長、メロスってね、日本アニメーター見本市のせいで、完全に山寺宏一さんの山ちゃんの声で再生されちゃいますよね。それぐらいちょっと山ちゃんのね、印象ちょっと強いなっていう感じありますけど。はい。そして、メロスのね、説明書きなんかもあったりとかして、内山守先生のですね、描かれたザ・ウルトラマンに登場するウルトラマンですよって書いてありまして、待ちに待った、メロス、こちらですね、遊んでいきたいと思います。はい、ということで、こちらがメロス本体となっております。はい、ずーっとボディからですね、じっくりと見ていきたいと思うんですけれども、基本的にはですね、鎧を、まあ、こちらのウルトラマン、鎧を着ているウルトラマンなんですけれども、こちら今回発売されたメロスはその鎧を脱いだ状態なんですよ。っていうところで、脱いだ状態はかなりですね、シンプルなウルトラマンのデザインをしているんですよ。うん。っていうところで、赤とですね、シルバーのボディをしていて、いわゆるスタンダードなウルトラマンを彷彿とさせる、ボディなんですよね。このボディラインなんかも特にこうトゲトゲしたような感じもなく、こうシンプルな感じでこうウルトラマンの模様付きをしているのかなっていう印象がありますよね。うん。で、結構この赤の感じが、サンプルの写真だとテカテカとしていて、ちょっと安っぽいかなと思ったんだけれども、実際来たメロスなんかは、かなりマットな質感になっていて、赤のね、カラーリング、かなりこうダークな色合いなんですよ。っていうところで、重厚感があって、ちょっとダークな質感があって、かっこいいですね。そしてぐーっとですね、行くんですけれども、こう筋肉の造形とかしっかりあって、で、このパンツの部分が軟質のパーツになっていて、柔らかいですね。あんまりこう可動に干渉しないような感じになってますね。で、膝の可動はね、結構ね、動くんだけど、硬い結構硬いなっていう印象にありましたね。まあ、逆に言えば飾る時とかに、たゆんたゆんだと、動かしにくいから、まあ、硬いぐらいでちょうどいいのかなと思うんですけれども、動くけど硬いですねっていう印象ちょっとありましたね。うん。あとこのパンツの部分から上半身と下半身で、ここのパーツね、簡単に取れるので、ここをちょっとマットバーニッシュかなんかやってあげた方がいいかもわからないですね。そして、このね、手首のパーツですね。こちら、ブレスレットをつけているのがメロスさんの特徴なんですけども、このブレスレットを操作することによって、鎧の脱着ができるというシステムになっております。モールドが入っていて、アンドランみたいな、そういったですね、モールドもね、細かくね、入ってるのがね、めちゃくちゃゲーコマですね。そして、ボディでございます。
こうカラータイマーの周りにね、こう勲章のようなスターマーク勲章のようなこうねデコボコとしたですね、点々点があったりだとか、カラータイマーもクリアパーツすごくね綺麗ですね。漫画のウルトラマンっていうところで、結構頭身なんかもさ、実写ではないような手足の長さだったりだとか、今回のこのメロスなんかも、まあ、いい意味で人間離れしてるというか、手足のこの長い造形っていうのはある意味こう漫画らしくてとてもかっこいいような気がしますね。そしてお顔でございます。メロスといったらばですね、このねお顔のね美形具合が本当に大好きでかっこいいんですけども、ここがねかなりねしっかりと再現されてると思います。口元のこのねシュッとした感じ、内山先生が描かれるですね、あのウルトラマンの口、目はクリアパーツになってまして、そしてこの赤いラインがシュッシュッとこうですね入ってるんですけど、こういったところしっかりと再現されております。頭の角がねちょんちょんちょんと尖ってるのもね、特徴的で、意外と目鼻立ちというかこの辺は若干甘いマスクな感じもありますよね。鎧を着たメロスはかなりいかつい顔をしていて、ちょっとこう近寄りがたいね、キャラクターではあるんだけれども、いざ鎧を脱ぐと、若干甘いマスクの、ウルトラマンが出てきて、めちゃくちゃイケメンなんですよね。だからちょっとその辺の鎧の脱着時のこのマスクのギャップっていうね、ここがね、大好きなんですよね。横顔もしっかりとイケメンに再現されております。はい、いいですね。うん、背中あこんな感じで模様が面白いですね。シュッシュッシュッとトゲトゲとしたようなこんな模様になっていて、ヒレの部分もね造形しっかりと入ってますよと。グッと、はい、こんな感じで背面もしっかりと塗装がされております。綺麗に塗装されてますね。いや本当にね、顔の造形もねすごく文句なしにかっこいいですし、まあ、若干このパンツの部分がね大きいかなっていうね感じもするんですけれども、手足の長い感じなんかは先ほども言った通り、漫画らしい造形になってるんじゃないかなっていう雰囲気を感じますので、すごくですね、造形的にかっこいいなっていう印象を受けましたね。あとはやっぱりアクションフィギュアっていうところでいくつかアクションをさせてみたいなと思うんですけれども、まあ、こんな感じで、ファイティングポーズ構えてみたりだとか、あとは怪獣軍団とね戦わせるっていうのも楽しいんじゃないでしょうかっていうところで、今回ベムスターと、なかなか内山守先生の漫画っていろいろな怪獣がたくさん出てくるので、いろいろなね昭和怪獣と戦わせてあげるとめちゃくちゃね似合うんですよね。ちょっとこう漫画みたいなダイナミックなアクションができたらいいなぁなんて思ってね、こんな感じでしてみたんですけど、なかなか決まりますよね。そしてメロスはね、他のウルトラマンたちとも関わりの深いキャラクターなので、ゾフィーと宇宙警備隊隊長ゾフィーとですね並べてみたりだとか、そしてメビウスとですねこれ並べてみたりだとか、きっとね、メビウスがこうピンチになった時にアンドロメダ星雲の支部隊長メロスが駆けつけて、おい、メビウスと、ここは俺に任せておけと、ね、言ってるんでしょうね。まあ、こういうですね、お写真だったりだとか、実際まだ実写作品では出てきてないけど、ウルトラマン Z のボイスドラマでは、このメロス、そして、内山先生の作品に出てきたアウラだとか、マルチバースのウルトラマン、別世界のウルトラマンではなく、正式な M78 星雲のウルトラマンとして、いるっていうことが、もうそのボイスドラマで証明されてるわけですから、メロスね、いつ実写作品で出てきてもおかしくないわけですよね。だからね、もしかしたら、次のギャラファイとかで、アンドロメド星雲支部隊長、メロスだ、ドーンなんですね。出てきてくんねえかな、なんて、ね、期待しちゃったりしてますね。はい。この作品、ザ・ウルトラマンですけれども、他のね、ザ・ウルトラマンありますよね。そうです。ジョーニアスさんでございます。ザ・天ウルトラマンとザ・星ウルトラマンっていうですね。この作品名が、同じウルトラマン、メロスとジョーニアスで並べてみるっていうのも楽しいかもしれませんし、メロスと言ったらばですね。そうです。もう一人のメロスがいますよね。はい。アンドロメロスでございます。アンドロ警備隊の隊長、現ギャラクシーレスキューフォースの
アンドロメロスですけれども、そちらのメロスとウルトラマンメロスで並べてみるというのもなかなかねおつなものなのではないでしょうかと、他のいろんなウルトラマンたちと並べてみるとすごく楽しいですね。ただアーツやアルティメットルミナスのサイズと今回のヒーローアクションフィギュアはかなりサイズ感がですね違うというか、メロスの方がだいぶ大きくなってしまうので、まあ、この辺で並べるにあたっては遠近法かなんか必要かなとは思いますね。手首パーツ、握り拳に、少し緩めた握り拳、さらには、サムズアップ、ピンと伸びた開き手と、ホットアクションのついた開き手と、こんな感じで、多数手首がついておりますので、いろいろなアクションをつけて遊ぶことができると思います。はい、ということで、今回はヒーローアクションフィギュア、メロス、こちらご紹介いたしました。いやー、待望のね、メロスアクションフィギュア化っていうところで、これはちょっと大満足ですね。価格がまあ1万円ぐらいっていうところで、まあちょっと高くはあるんだけど、でもまあ発もだんだんちょっと近くなってきちゃってからね、発生とか言っちゃってからね、エボトイさんのヒーローアクションフィギュアだけ特別高いかって言ったら、あまりそうじゃなくなってきてるんですけども。多少ね、腰の可動のポロリだったりだとか、あと首も若干ポロリが多いかな。まあ、気をつけてあげれば全然遊べなくはないんですけども、若干ポロリするかなとかはあるんですけれども、かなりですね、広く動いてくれるのと、あとは造形の良さ、かっこよさがね、すっごく、もう、光っておりますので、これはね、メロス好きにはね、おすすめしたいですね。なかなかマニアックな商品ですけどもね、これはね、ぜひね、買っていただきたいなと思います。そして、個人的に楽しみにしてるのが、このメロスのね、鎧ありバージョンですよね。鎧を装着したメロス、すでに発売が決定しているんですけれども、いや、それをですね、買うことによって、メロスのメットオフだとか、ヘルメットを脱いだメロスの状態だとかを再現できるっていうところで、これをね、早くね、やりたいんですよね。だからメロスのアイデンティティって、僕はやっぱ鎧だと思ってるんで、やっぱ鎧あり状態で個人的に飾りたいなーと思ってるんですよ。だからちょっとね、鎧バージョンもね、早く欲しいですね。こちらもね、楽しみにしたいと思います。はい、ということで。いや、かっこいいですね、メロス。最高です。以上、デラキャスでした。それでは、バイバイ。